記憶喪失で自分のことさえわからず、これまで大変な思いをしたり、自分探しに奔走もしてきた誠。けれども、忘れたのは自分に関することだけれども、それは自身の周りにも影響していて。くるり、誰が私と恋をした？前回のお話では、朝日が誠に気持ちを伝えるとともに告白されたのは、誠が記憶をなくす前、一番の友達というのは嘘だったということ。少しずつ記憶が蘇っていく中で、何が本当なのかわからなくなってきた誠。今回のお話では、光太郎とのブラブラデートがメインのお話で、前半は光太郎との仲がどんどん深まり、本物のカップルのようでした。光太郎が元彼ではないかもという疑念なんて忘れてしまうほど。そんな中で、ちぐさがいなくなってしまったところに遭遇したり、また一時的ではあるものの、ちぐさが井口のことをちゃんと思い出していたことを目の当たりにした誠は、忘れられた側の気持ちをまたしても考えてしまう。後半の物語では、誠の記憶がどんどん蘇りました。現実に起きたことなのか、いつの出来事なのか、頭の中がごちゃごちゃになるほど、今の自分が思っていたこととは違う記憶が脳裏を駆け巡っていました。今の気持ちを大事にしようと思った誠は、光太郎のもとへと急ぐ。光太郎もまた同じ気持ちでいてくれている。お互いの思いが通じたかのように唇を重ねるが、誠は次々と記憶を取り戻していく中、それは今の自分が思い描いていたものとはまるで違うもの。はっきりと思い出したのは、記憶をなくす前、少なくとも一年以上、律と付き合っていたということ。光太郎ではなく、律と。次回のお話は、誠は去年のクリスマスまでの記憶をすべて思い出し、律と交際していたことも思い出した。同時に、光太郎が誠の元彼ではないということに気がついてしまい、どうして光太郎が嘘をついていたのかわからない誠は戸惑ってしまう。そんな中、おんぶをされた借りがあるから、と、律は朝日を誘って食事に来ていた。そこで朝日は、律の会社が買収されてしまいそうなことを偶然知ってしまうようです。誠は、朝日や会には、去年までの記憶が戻ったことを話すのだが、光太郎と律にはまだ言い出せないでいる。井口夫婦の出会いによって忘れられる側の辛さを知ることができた誠は、律がどんな気持ちで初対面のふりをしていたのかと考えてしまい、罪悪感が募っていくようです。そんな時、光太郎から自分は元彼ではないと打ち明けられてしまう。今回は、光太郎のシュートのご褒美でもあるデートに出かけた誠と光太郎。どこに行きたいかとても悩んだけれど、思い浮かばないことを話す誠が、素直でとても可愛いと思う場面でしたが、重ねて光太郎もまた、決まらないことを逆手にとって、街中をブラブラしようと提案したり、決まらなくても連絡が欲しかったと素直に言い、どこまでも優しかったところが素敵でした。ちぐさが行方不明になっていたところに遭遇すると、嫌な顔をせず
一緒に探し回った上に、花屋としての本領を発揮させる場面では、自分のお店ではないのに、すっかり店主の顔でしたね。デートは中断されてしまったものの、それも含めて、誠との思い出が作れたようで、満足そうでした。けれども、朝日と同様に、孝太郎もまた、誠に記憶が戻ってしまうのは、今の自分にとって不都合なのか。誠に異変があると、すぐに心配するところは気になるポイントでした。元彼ではない説は、だんだんと濃厚になる中、最後のシーンで、孝太郎が誠の部屋を訪れた時の表情は、含みのある顔で怖かったです。彼の秘密とは一体？一方で、今の気持ちを大事にしようと思い、孝太郎へ素直な気持ちを、と誠が思った矢先。思い出したのは、以前、律と付き合っていたということ。頭が混乱してしまうのも無理はありませんが、これまでの律の言動を思い返すと納得の展開でした。ただ、付き合っていたならば、記憶を取り戻してもらった方が、律は孝太郎たちよりも優位に立てて、都合がいいはずなのに、だんだん誠が記憶を取り戻していることを知ると、苦しくなってきたな、というセリフがあり、まるで律は記憶を取り戻してほしくないかのようでした。ここにこそ、律が隠している秘密があるのでしょうか。誠のまだ記憶の戻らない空白の4ヶ月近くに、一体どんな出来事があり、あの花見の夜につながっていくのか、とても気になりますね。誠の心情としても、孝太郎への今の思いと、律と本当に付き合っていたのか、という自分自身に対する疑問。それから、思い出した律とのことが本当だったら、今忘れてしまっていることの彼への罪悪感など、これまでとはまた違う思いや感情で、誠が崩壊してしまいそうで心配ですね。朝日も彼氏候補としてリタイアしてしまったものの、自分と誠の大切な思い出は思い出してほしいと、切実な思いを彼に吐露していた部分は、彼だけでなく、律たちにも共感できる思いですよね。そして、その思いを、表面上は超越しているが、本心は、やはり忘れられていることが悲しいと感じている井口が、切なかったです。ちぐさがいなくなってしまった時の、不安と心配の様子は、相手を思っているからこそ。これまでは、誠は、自分を失ったかのようで、彼女の苦労や、苦悩、悲しみなどが取り上げられていましたが、やはり実際は周りの方がより一層辛い感情は大きいのかもしれません。周囲の人間の感情まではリセットできないからこそ難しいですね。それにしても、肥後さんの演技が今回のお話では特に光っていました。さて、いよいよ残り2話。孝太郎と律が隠している秘密と、指輪の相手、そして今の誠の決断。まだまだ見どころがたくさんで楽しみですね。次回のお話は6月11日放送です。ぜひお見逃しなく。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。